来る。密集する2体にタックルに来てる時光と凪のアクション待ちの柱の死角をついて外側へラン。2反応する柱の中心の逆をついてここっしょ、内に刺すこのタイミングでクロスオーバー。完璧、抜けた。あとは俺が決める。はあ、嘘だろ、なんでだよ。背後から俺のビジョンを読んで抜けてくる地点をリカバリーしたのか。どうする、撃つか、いやシュートコースに入られる、せめてボールキープ。くそ、ダメだ、体格じゃ勝てない。俺たちの完璧な化学反応ですらこいつの本気の前じゃイメージ内のググッズ遊びで終わる。勝ったぞ潔、俺のもんだ。バロー、味方から奪った。あいつ正気か、リンの読みをぶち抜いた。ただひたすらに腹を空かせてあいつは待ってたんだ。獲物の死角からの一撃を、己の腹を満たせ狩りの瞬間を。ちどんなサッカーだよ。そうか、味方から奪うなんてプレーはこいつの辞書にない、予知できない動きなんだ。だからこそ刺さる。ギルドの悪役というバローのプレースタイルは緻密に作り上げるリンのサッカーにとって、制御不能のイレギュラー。これがキング・バローの存在証明。どうした、俺を支配してみろよ、下まつげナンバーワン。つうか足んねえよ潔。もっと食わせろ。